その服は久しぶりに見たかも。でも今日暑くてさ、びっくりしちゃった。ってか画質変わったの分かります？気づきました？画質気づいか違うの気づきます？もちろん気づくよね。こんにちは、昇格おめでとう、ありがとうございます。やばい、2日連続みんなにおめでとうって言ってくれて嬉しい、ありがとう。みんなたくさんコメントしてくださいね。 OK ですか？グーえ、こうしたらさ、見て明るくなる。ずっとここに手を置いた方がいい。朝だったんで、今日もたまにね、トムハだよ、なんかあんま小島だよみたいなことしたくないんだけど。世間話になって、ゆずきさんこんにちは、こんにちは、皆さんこんにちは。急いで着替えました、学校から帰ってきて。私服可愛いだって、やった、可愛いでしょ、わかる、わかるって何、画質が可愛い、画質可愛い、機種変した、顔が明るいだって、やった、変えた、私じゃないけどお母さんが、私も変えたい。いい感じ？良きです。画質綺麗になったって。今日一日中友畑のことだけ考えてました。本当かな？ありがとうございます。ごめん、画質に気づかない。気づかない。画質良くなってより可愛くなった気がする。お、本当に？今日ちょっとやばいんですけど。学校から帰ってきたばっかりだから。めっちゃ急いだよね。てか最近幼くなったねって言われます。なんで？暗い服に反応して明るくなる、そういうこと？え、だってここだよ、手だよ、ほら、なんか近くない？ここが一番暗い。ずっと手をそこに置いてください。あ、竜、今日初のギフトありがとうございます。かわいいだって、ありがとうございます。下はどんなの？え、セットアップよ、セットアップ。最近ともかわいい、変わんないでしょ、顔は別に変わらんのよ。お医者さんでこに小島ゆりにじりしたら怒られた。それは怒られるよ。あ、やばい、ごめん。大人っぽく見えるね。ほんと？ありがとう。証明かと思った。違います。画質が変わりました。そう。学校帰りお疲れ様。ありがとうございます。みんなもお疲れ様。まだ仕事中かな。ぜひサボってみてください。ポニテイ、いいでしょ。学校の行ったままの位置だからちょっと低いけど、スピンスピンではありません。急いで化粧しました、ちょっとだけ。今日でテスト終わったの？ううん、水曜日で終わった。水曜日一日だけだった、中間だからさ、もう次期末だよ、やばいやばいと思って、もう今から頑張ってます。今からもう大量に詰め込んで詰め込んで頑張ってる。あ、そうで、竜、ありがとうございました。あ、星さんも。何これ、あ、やばい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 。ちょっと待って。あ、やばい。ちょっと変な、あの、モーガちゃんとの、かわいいかわいい動画が流れちゃいました。危ない危ない。みんなに見られちゃうとこだった。モーガちゃんとの動画が。何の曲聴きたいです？どうしよう。これなんだろう。何の曲かわかんないけど流すっていう。つかだちしないでしょ。どういうこと？幼くなる年相応。おっと。何これ？猫ちゃんか。ありがとう、星さん。星さん、ありがとう。もう最近なんかさ、人の名前呼ぶの好きなのすごいなんかわかんないけどさ。でもなんか、いっぱい呼んじゃうんだよね。ありがとう。かわいい。配信時間変更。今日2本目の配信はジュリーの7時スタートなので、
星集め気をつけてください。あ、みんな気をつけてください。たくさん星集めしてきてね。最近になった途端可愛くなった。ほんとかよって。嬉しいね。変わらんよ。つかだちながら配信してるのか。つかだちって何？わかんない。みやびわかんない。ともはわかんない。とがいしさん、これも初めて見た。なんか今日みんな食べ物たくさん送ってくれてる。私飢えてるって思われてる？飢えてるんで皆さんください。ありがとうございます。ありがとう。フルーツサンド。でも一日のさ、近くにこの間フルーツサンド屋さんできたから食べに行こうかなって思って。この間みやびちゃんが一日に来た時に、おごってあげました。トマハンさんの配信以外見てないよ俺。おー。限りなく嘘に近い気がするけど、まあありがとうございます。みんなのも見に行ってても嬉しいし、見てなくてもまあ私は嬉しいし、まあでも今回は見に行ってください。期末は何月にあるの？え、何月だっけ？生徒手帳見ないとわかんないけど、とりあえず頑張っとこうみたいな感じ。そう。マジで画質いいね。好き。プーさん、メロンパン、ありがとうございます、10個も。いや、なんかさ、これについて話してるみたいになっちゃってんだけどさ、そういえばね、プーさん本当にいつもショールーム見てくれてありがとうございます。よくコメント読ませてくれてありがとう。どういうこと？そうでさ、うちさ、去年ぐらいにさ、去年？あ、そう、なんか1年前ぐらいに人生で初めてさ、メロンパン食べてさ、めっちゃハマったんよね。今全然食べてないけど。間に合ってよかった。よかった、ともくん、ありがとう、来てくれて。でも最後に大島だよって返してくれたら嬉しい。どういうこと？大島だよな。見せてください。可愛い動画見せて。動画見せらんない。ちょっと見せらんないんだけど、もうちょっと大切にしてる動画だからさ、ごめんね。鉄鍋くん、ありがとうございます。星を、虹色の星ということで、私もう今日はくれたギフトに対して喋っていくっていう配信をするつもりなんですけど、すごい謎なんですけど。その星じゃないんだけどさ、これ虹色じゃん。うちさ、二重のさ、虹見たことあんの、すごくない？ハワイで。ハワイに住んでる時にさ、なんかうちのさ、平気だよ。そう。見たことがあって、すごくないって話。なんかさ、わかんないけど、みんなさ、一重の星は見たこと、星じゃない。虹、一重って何？普通の星、星じゃない。虹は見たことあるけどさ、二重の虹ってなかなか見れないからすごいよねっていう。一学期で学校に出す成績決まるでしょ。一学期じゃない、二学期までだよね。どういうこと？ん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 ？え？次はじいちゃんだから、アクアモードの中学3年生コンビです。そうですね、最年少です。最年少ですね。いや、待って、次何で かけます？あ、愛だよね、かけるかな。あ、ダメだ、愛だよね、全然かけられないわ。これにしよう。ともはたんの感情のないありがとうにハマってます。ハマってる？ありがとうございます。よくわかんないんですけど、テレビ出たの、出たのね。出ました、昨日。昨日ね、みんな見てくれましたか？昨日だよね、合ってるよね、多分。今日はパン祭り。やったー。なんだこれは、焼きそばパンか。あ、焼きそばパンはね、あ、ありがとうね、ギフト。ありがとうございます。で、焼きそばパンはね、うちね、いつ初めて食べたっけな。小6のね、違う、嘘。中1のね、4月かな。に、
私これすごい覚えてるんだけど、図書館に行った帰りに食べたのね。初めて。一番最初に食べたのはファミマのね、やつで、正直あんまりハマなかったっていうか、あんま美味しくなくないって思ったんだけど、最近ね、最近っていうかこの間ね、レコーディングがあったじゃないですか、アクアノートで。その代わりに何か無性にしょっぱいもの食べたくなってさ。で、まあ、コンビニ入るじゃん。しょっぱいものって思ってさ、見せたらさ、あ、これだって思ってさ、UFO の、焼きそばパン買ってさ、食べたんだよねって話。何これ名前呼んでフェリーさん、いつもありがとうございます。初見デフ。初見ですか？ありがとうございます。嬉しいです。僕も正規オタクになります。どういうことですか？神様、仏様、お星様。ちょっとなんか、みやびあかんな。パーパー。飢えてる。そう、飢えてるのよ。飢えてるからさ、やっぱ。ご飯食べなきゃ。俺にもおごって。私、おごられる側じゃなくて、おごっちゃうみんなに。今日来てくれた出演に何かおごる。ジョジョ園おごっちゃう。今日の給食何だった？何だったんだろう？なんかパン食べてたみんな。私もパン食べたけど。私は食パン食べた。みんなは、なんかよくわかんないスープと、なんかよくわかんないもん食べてたよ。お疲れ様って感じ。まあ、みんなからしたら嬉しいんだろうけどさ。ドア泣かなかったの？泣かなかったの？え、別に泣いてないよ。ご飯食べ、そんな、ご飯食べなーって、泣くほど飢えてないよ。大丈夫。あ、竹下さん、だるまさん、ありがとうございます。だるまさんについて語ることあるかな？あ、あるわ。そう、あのね、全然関係ないんだけど、なんかうちさ、なんかわかんないけどさ、まあ、楽しい一人で楽しんでんの。なんかだるまさんってさ、めっちゃ招き猫の印象ない？私あるんだけどね。そう、まあ、招き猫の印象があるんだけどさ、私のおばあちゃんがさ、もうなんか趣味で、宝くじやっててさ、もう私ちっちゃい頃さ、ずっとさ、全部さ、バーってさ、番号さ、やってたりしたら。可愛くない？当てたことないけど。つらい。当ててみたいよね。あと私ね、これ、こうなんか、いつだったか覚えてないけど、どっかの、なんか、なんだっけ、円、なんだっけ、遊園地遊園地でさ、だるまさん作ったことある。なんでかは知らない。やばいよね、なんか。だるまさん、作りに行くってどういうことみたいな。プロフにオブラート食べてるとか書いてあるから、飢えてるかと思ってた。飢えてはいるわ。エコ下の子に怒られるみやびちゃん。でもみやびちゃんも私にね、ご飯提供してくれたことあるんだ。優しくない？もう優しすぎて泣けちゃう。これ何？これどういうこと？ああ、わかった。エアプレーンモードになってるからこれが使えなかったんだ。あ、バックオンラインしました。また微熱になっちゃう。まあ、竹下さん、ありがとうございます。ともくん欲しい。ありがとうございます。ちなみにさ、みんなさ、流れ星見たことあります？どうでもよくないよ。どうでもいいとか言わせないよ。あ、待って、音鳴ってなかった。私さ、流れ星さ、多分見たことあるんだけど、流れ星の確証がないんだけどさ、あれさ、流れ星なのか飛行機なのかよくわかんなくない？わかる？あれ。難しいんだけど。白米とパンどっちが好き？え？白米とパン？白米。圧倒的白米。なんか悩んでんのに圧倒的とか言って。全然悩まないです。白米です。人生でどっちかしかもう食べれないよって言われたら絶対白米選びます。50おわ。ありがとうございます。ういた、ハートありがとう。まあ、ハートはね、やっぱ、常日頃みんな私にくれてるから、まあ、好きっていう話。まあ、私もあげてるんだけど、なんかこれさ、本当に信じてもらえないんだけどさ、伝わんないの？なんで？みんな。
ひどいよね。私はもう存分に伝えてるんだけど、伝わってます？私の愛を。皆さん。絶対伝わってないよね。なんか冷たいとかあるんだけど、これのどこが冷たいんだよって私はいつも思ってるんだよ。冷たいのかな私。冷たくないよね。優しいよね。わかる。ありがとう。中間テスト終わったのかしら。中間テスト終わりましたよ。お疲れ様です。私。ハワイにはメロンパンなかったのか。え、あったと思う。多分でもめちゃめちゃまずいよ。だって、あれだもん。あ、メロンパンありがとう、マジだ。なんかさ、メロンパンってさ、多分あるけど、あの、ハワイのね、なんかもうメロンパンに限らず、パンがすっごいすっごいまずいわけ。びっくりするよ。本当にびっくりするほどまずくてさ、美味しいって言われてるお店でさ、食べるじゃん。え、まずくないって思うわけさ。そっからさ、パン食べなかったんだけど、日本帰ってきたらやっぱ美味しいね。幸せだよ。パン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 、ポケモンパン、フレッシュブレッド伊藤パン。ってこと？ってこと？そういうこと？うん、どういうこと？よくわからん。動画エアドロください。あ、ごめん、私 iPhone じゃないんだ。iPhone じゃなくて、ごめんね、ちょっと。無理かも。ありがとうございます、ウィーターもよく。現場に来てくれて、目を合わせてくれるからめちゃめちゃ嬉しい。ちゃんとレス受け取ってくれるからね。虹色の何？虹色？どういうこと？2学期だね。2学期。2学期デビュー。研修生公演の特典会、トモハーレッツ長すぎてピエンピエンだった。ピエンピエンじゃないよ。まあでも私中学生だからさ、みやみちゃんより早く終わんなきゃいけないじゃん。だからさ、もうね、最後の方申し訳なかったよね。全然喋れなかった。けど、会いに来てくれた方ありがとうございました。嬉しかったですよ。って話よ。平気だよ、平気だよ。平気だよ、平気だよ。平気だよ。焼きそば UFO 美味しいよね。焼きそばば。焼きそばは UFO 美味しいよね。わかる。私ね、一平ちゃん好きよ。でも、レコーディングいつだったか聞いたことない。確かに。いつだったか覚えてない。15歳となった同時に、打開する男をそう。そういうことは言わないで。ちゃんと好きで言ってくださいな。トモハがもうすぐ15歳になっちゃう。だって。トモハ15歳になるよ。ちょっと待って、ごめん。マジごめん。自分の好きなアイドル出ちゃった。やっぱ私の好きな曲かけとこう。え、待って、ずっとジャンピンジャンピンかけてないんだけど。ジャンピン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 かけたい。なんで3回言った？ジャンピン。ジャンピン。ジャンプになっちゃった。みんなこれどうやってさ、BGM 設定してんの？俺がハワイに旅行したのがトモハ生まれる前。おー、すごい。どうだった？面白いの？その時代も。みやびあかんない。絶対バカにしてるでしょ。みやびあかんない。トモハあかんない。バカにしてるかよくわかんない。みやびわかんない。トモハと一緒に焼きそばパン食べたい。パン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 、ポケモンパン。トモハはそれからもっといっぱい食べてね。いや、最近いっぱい食べすぎてもうやばいからちょっと痩せるの気持ち。お得パン祭り開催してる。パン祭り！バキバキにとも、遅いともあたり見てると、気が更新されてしまう。私マジでバキバキに細くなりたい。けどキモすぎるぐらい細いのは嫌だ。メロンパンギフト表示されてる。メロンパンギフト Now？ どれだ。あ、めっちゃ前にのやつ。わかんない。ちょっとありがとうございます。くれてたら。ありがとうございます。ちょっと待って。あ、
どこまで行ったっけ。今日酔ってるな。酔ってないのよ。酔ってない、酔ってない。あれ全然酔ってないから、酔い別に回ってないんよ。帰ってきてお酒飲んで、あ、今配信じゃないよね。あの、今普通に帰ってきて、ちゃんと配信してるだけだから。配信して。今からもう塾だし。配信終わったら。多分配信始まる5分前にストロングゼロ決めてたんだと思った。ストロングゼロ決めてないのよ。別に決めてないのよ。勘違いしちゃうからね。ほら、やめて。フルコースカニはありがとうございます。あるよ、あるよ。ありがとう。トイさん、バラ10本ありがとうございます。バラといえば私さ、人からさ、バラをもらったことがあるんですけど、普通のバラじゃなくて、ブリザードフラワーって知ってます？みんなさ。ブリザードフラワーガチ、おすすめ。めっちゃ喜んでくれると思う。女の子とかにあげたら。みんなが好きな人とか、好きなアイドルさんとか、好きなアイドルさんとか、大好き大好き大好きなアイドルさんとかにあげてみてください。OK だったらね。ぜひ。結構好きだよ。私すごい嬉しかった。人からもらった時にね。飛行機はちゃうやろ。飛行機はちゃうの。流れるスピードが違うの。あ、じゃあ私見たのちゃんと流れ星かもしれない。わかんない。どうしよう。UFO だったらどうする？やばい。もう、頭の中お花畑だよ。流れ星も UFO も見たことあるよ、マジで。ハートもらったっけな。ハート？ハート。ラブ。あ、ダシオアイだよね。ダシオアイだよね。ありがとう。ダシオくんありがとうございます。たくさん。だるま。だるまさん。だるまさんってさ、だるまさんって言えなくない？わかる？なんだろうね。なんで？そんなだるまさん全然嫌いじゃないんだけど。むしろ好き？かわいい？かわいい？わかんない。マジで面白い。ダシオさんたまには私のところにも来てくださいね。たまに来てくれてるけどね、もうすでに。嬉しい。ありがとう。伝わってるよ、だって。好きかか、棒。棒じゃない？なんで棒って言うの？私、棒じゃないのにさ、金曜先に入っていると思う。もう幸せすぎて。やばい、明日何時起きるんだろう、私って気持ちなんだけどな。え、私、心臓検診明日あるかもしれない。どうしよう。ピエンピエン。ともはちゃんはうさぴを知っていますか？明日はディズニー行って、シーに行ってきます。あ、昨日言ってたね。私ね、うさぴを多分見たらわかる気がする。聞いたことある。鼻筋だから飲酒するともはちゃん。してないです。してません、してません。あ、みんな今日なんかご飯をおごってくれる日？もしかして。どういう日？私これ。メロンパンたくさんくれるんだけど、リュウありがとう。リュウに早く会いたい。もう早く会いたいですね。本当にもう。ありがとうございます。メロンパン美味しいけどカロリー高いからな。高いよね、きっと。知らんけど。最近の高級食パンうまいよね。なんかさ、高級食パンさ、私結構信用してないんだけど、自分のさ、一つだけめっちゃ本当に本当に美味しいとこがあってさ、そこが好き。何これ。トモハの薄い反応が楽しくなったら死ぬお得。うち薄くないって絶対。テンション高くない？もはや。トモハにレスもらったことない。それは嘘。絶対嘘。みんなにあげてるよ。トモハにいつもレス送ってるのにトモハ気づいてくれない。ピエン。なんだよ、送ってる。ね、出たよみんな。もうそうやってさ、イメージ下げてんの。送ってるってもう、ん？あ、違うのか。私が送ってるんじゃなくて、どういうこと？わかんない。あ、トガシ君ありがとうございます。ハートじゃない。だるまさん。だるまさんありがとうございます。トガシさんも、今日もたくさん。昨日もいっぱい。
あ、くれてすごく嬉しいです。ありがとうございます。トモハタンってレスするんですか？あれしないと思われてる、もしかして。えやば、私レスもしないし笑顔もしないし、もうあの向こうからレス来ても真顔だしみたいな思われてる。泣いちゃう。トモハレツ並ぼうとしたら打ち切られて死亡した。もうたまには本当にさ、ゲタ来てほしいんだけど、名前変わっちゃったし。ゲみたいに名前変わってるしさ、どういうことよ。シンデレラタイムに泣いた。シンデレラタイムって何？生誕祭やるよね。そうなの、やるの、わかんない。やるんですか。突起戦来たって反応されちゃったんだけど。もう私が普段何見てるか、お前バチバチにバレちゃうのよ。YouTube で流しちゃうと。ちなみに次もさ、突起戦入っちゃってるわ。やばい。でも私さ、どうでもよくないんだけどさ、ジャンピンジャンピンのさ、もうアクアノートのメンバーの、もう、あの、お顔の強さがやばくて、マジであれ、本当に神だと思ってんの。もう多分、あの、特に私が好きなのが、なんか、鉢巻きしてるとことか、あと車洗ってるとことか、もうマジみんな可愛い。全員可愛くてえぐい。っていう話、どうでもいいか。ごめん。どうでもよくないよね。よくない？まあ、なんか昨日より数字減ってる。今日一平ちゃん食べようと。食べて。美味しいよ。正規メンバーになったから、達成感から高橋するオタク言いがち。高橋しないで。会いに来てください。一般的には中3から劣化説あるけど、トモハは大丈夫だと思う。中3から劣化って早くない？普通さ、もうさ、そんなのもう100歳とかだよ。もう100歳になったらもう可愛いになるしね。25歳ぐらいになったらトモハタンをめとりたい。何、めとりたいってどういうこと？みやびちゃんは YouTube かけてた。どういうこと？ YouTube かけてた。え、だよね。やばいやばい。私も YouTube でかけてんだけどさ、一生さ、毎回毎回探さなきゃいけないんだけど。あ、これにしよう。あ、ダメだ。これもすごい好き。ジュリア BGM の YouTube プレイリストってよ。なんでこんなんだなぁ。ハワイは食べ物美味しかった。嘘じゃん。どこの食べたらそんな美味しいって思えるの？私全然美味しくなかったんだけど。でも、唯一美味しかったのが、あの、あそこ。W&M バーガーってとこが美味しい。星投げ終わったので、仕事も戻る。あ、たかしさんありがとうございます。仕事頑張ってね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。アカノートはまほちゃん、ありさちゃん。ん？が好きなんですか？私も好き。てかみんな好き？メロンパンギフトの動画のやつあるけど、表示されてるのかな？どういうこと？わかんない。こんにちは、こんにちは。今でも十分すぎるほどバキバキに細いし、これ以上細くなったらあれだから現状維持でお願いします。じゃあ現状維持します。金曜酒飲むんでしょ？飲まない。塾行く前に飲んだらあかんよね。やめて。トモハちゃん、はじめまして。はじめ、塾行くの偉い。まあ、オンラインなんだけどね。だから家なんだけどね。ちょっと、でも私さ、あんま家だと集中できないからさ、本当はさ、ちゃんと外行きたい。私めっちゃ寝カフェで勉強するの好きなんだけどさ、とっても有意義に時間活用できる。お金を払ってるから頑張ろうって思えるの。そのお金を無駄にしないために今勉強しようって思えるから、一番好き。けどさ、塾だからさ、話すじゃんか。だからさ、寝カフェは無理だよねって。完全個室じゃないと。ともはちゃんという難読名前がいるので CD アイドルが読めないよ。どういうこと？ CD アイドル？わかんない。
寄ってるかどうかわかんない。わかんない。ともはわかんない。みやびわかんない。プリザーブドフラワーか。プリザーブド、ブリザードフラワー。ブリザードだと思ってた。誰かにあげましょう。花は枯れるから美しいのよ。いや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 。それはさ、価値観だよな。まあ確かに美しいけど、でもプリザーブドフラワー、ブリザードフラワーわかんないけど、まあ似てるから一緒にしよう。ブリザードフラワーにしよう。ブリザードフラワーってさ、いつかはさ、色褪せるんだよ。でも長いことずっと、それでいてくれるの。よくない？前世のオレンジ担当の女にブリザードフラワーのバラ渡したことある。オレンジ担当誰だ。トモハタンは枯れないバラだよ、ずっと美しいよ。ありがとうございます。みなみももかちゃん、まほちゃん、ありさちゃん、ふとのじりちゃんにうん、どういうこと。心臓大丈夫なの？あの、普通に学校で心臓検診受けなきゃいけないよってやつね。ごめん、心配させちゃった。私はサンタモハのところ行く気満々だったので、列気合えてピンピンしてた。ピンピンしてた？ピンピン。みやびちゃん映ってきちゃってるからさ、やばいよね、ピンピンって2回言うなんて人生であると思ってなかった。みやびちゃんと会う前は。トモハタの心臓見たくて仕方ないよ。ということ。トマハに行くのが一番の楽しみ。ああ、ありがとうございます。嬉しいですね。正規メンバーに昇格した、みやびちゃん。夏川みやびちゃん。水木トマハちゃんで、アクアノートで応援します。ありがとうございます。ぜひ、応援してください。あ、また、ご飯くれた。みんなご飯、ありがとうございます。たくさん。星も、バーって。たくさん投げてくれてありがとうございますね。日曜日会いに行きます。日曜日会いに来てください。待ってます。早く会いたいね。埼玉新都心にある、あ、そう、なんだっけ、埼玉新都心にあるパン屋さんのおすすめ、パンおすすめ、メロンパンおすすめ。え、マジで行ってみたい。埼玉か。埼玉ってどこ。いや、嘘、わかる。俺もトモハからですなんて来たことない。なんで、絶対ある。いや、あるよ。私だって知ってるもん。あります。気づいてないんですよ、皆さんが。みんな私のこと見てないからね。おい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 、今日はテンション高いかな。高い？やば。あ、もうなんでよ、あー、なんで？ひどいよ。はい。日曜日、ウサピを連れてアクアノートに行く、会いに行くようです。あ、待ってます。待ってますね。ありがとうございます。トモハタンの塩でバキバキ。どういうこと？トモハタンの塩って何？ひまじんさんは、何これ、トーストだ。え、すごい、トーストなんてあるの。ちょっとテンション上がっちゃった。すごい、みんなさ、今日私にたくさんの初ギフトがくれた、ありがとう。かわいい。昨日に引き続きひまじんさんも見てくれてありがとう。また現場で会いましょう。トモハ塩対応なんですか。怖くてチェキいけない。ほらー、怖くない。なんでそういうひどいこと言うの。もうそんなことないのに。私もはや神対応だよ。知らんけど。それはないか、わかんない。でもずっとこのまんまだよ。ずっとではないか、わかんない。ゲタって名前をみやびちゃんが覚えられなかったので、ゲみたいになった。でも私さ、ゲタさんのことさ、最初ずっとさ、ゲタ箱って呼んでたの。みんな大人だったんだけど。
トモハに夢中がある。トモハに夢中がある。あ、やばい。君に夢中。君に夢中なの。私ね、絶対一番雨上がりが好き。次は、お届けデリバリースターとかが好きです。トモハタのお顔しか強くない。トキセン何見てるの？なんか YouTube めっちゃ見てるよ。雨上がりが一番最初に出てくる。聞きすぎて。あと何が好きかな？Let's see だね。何が好きかな？恋のジャッカルとか、あと、ライオンガールとか好き。とっても好き。あと、桜さんさんとかもめっちゃ聞くし、あれ最近一番聞いてるかな？まあ、でも一番好きなのは雨上がりです。トキセンの CD 聞いた？まだ聞いてない。今飾りなう。飾ってからちょっと楽しませて。あ、坂地さん。お星様ありがとうございます。坂地さんは、多分、アクアノートに入ってから、1回か2回ぐらい。3回かな。それぐらい来てくれてる記憶があります。多分。多分。ありがとう。メトリタ嫁にした。へえ、そうなんだ。初めて聞いたんだけど。数字は気にしない。数字？何なんだし。どういうこと？わかんない。そう、普段からアクアノート聞いてないのバレる。アクアノート？いや、アクアノートも聞いてるんだよ。めちゃめちゃ。だってアクアノートに関しては、練習するときにさ、聞いてるからさ、もはや今思ったけどさ、ライブのさ、やつをさ、流した方がいいんじゃないかって思ってきた。普段、俺、中学生とか押したことないんで、トモハは。トモハは？ん？あ、そういうこと？ん？どういうこと？俺中学生とか押したことないの？本当に？ええー。押したことあるかと思ってた。JC。C 逆？わかんない。非常事態だからオンラインか。そうなんです。ももかちゃんにアカウントで録音しだって言うと怒る。いや、それは怒るでしょ。悲しいよ、悲しい。あ、推しにはしてくれてるの。壇上発表忘れずにね。そうだよ、ごめん、この間忘れちゃった。忘れないようにする。こんにちは、こんにちは。はじめまして。僕はネカフェで寝るのが好き。無限にコーンポタージュ飲んでる。わー、いいね。私寝れないけど。みやびわかんないよ。みやびの口から聞きたいのに2週間会えないな、ピエン。2週間も会えないんだ、みやびちゃんに。一緒じゃん。1週間かと思ってた。じゃんじゃんじゃん。みやびちゃん、みやびわかんない。プリザーブドだって。だからもうどっちでもいいじゃん。許しても。ブリザードフラワーにしよう。アクアノート界隈では。トモハ、俺はトモハタンが全ての女の中で一押しだよ。よくもまあそんな嘘をつけるもんですね。ありがとうございます。まあ嘘でも嬉しいからね、なんでも。うにゃ嬉しいにゃ、ありがとうございます。どういうこと？何？どういうこと？こんにちは。大阪の CDC プロジェクトですよ。君のガールフレンドや、ピンキースパイスが所属しているよ。へえ。え、心臓検診？なんで心臓検診にそんな反応すんの？トマトは大体意見が合わない。泣いちゃう。ピエンピエン。トマトと結婚して意見合わなくて喧嘩したい。なんでだよ。仲良くなろう。仲良くしとこう。フランスさん、こんにちは。あれだよね、来た。来た？好きなの？50文字しかコメントできないので分割されることがあります。あ、なるほどね。なるほど、なるほど。
で、そう送ったよって特典会で言ってくれないとわからない。なんでみんなちゃんとずっと私のこと見てたらちゃんと送ってるからちゃんと見ててください。犬の心臓ドックドクドク。あー、ウケる。誰？アッキーさん。おとといずっとドンハタン撮ってたら、みやびちゃんに留守したのにずっと違うとこ見てたと。あー、私ちゃんとね、ギミちゃんのね、ギミちゃんって言っちゃった。やだ。ゲタさんのね、カメラ見てたよ。そしたらちゃんと向けてくれてた。ありがとう。あ、星さん、猫ちゃんのパンみたいなやつありがとうございます。嬉しいございます。して。めっちゃなんか可愛いのがなんか壇上にいる。なんだろう、まだ見てない。得体の知れないものがいっぱいある。にゃーにゃーさん。だるまさん、ありがとうございます。トーストもあるのですが、1000ギガかかります。どういうこと？トーストもある？へぇ。そうなんだ。塩ではないと思う。ね、塩じゃないよね、全然。トムは俺にはずっと冷たい。冷たくない！もうみんな一緒！そう思ってるだけよ、みんな。トキセンの最近の曲好きなんだね。最近の曲好き。昔の曲だったら、なんだっけ？ラブサマーじゃなくて、あー、思い出せない。なんだっけ？ちょっと思い出せなかった。トムは初めてチェックした時に名前を知っててくれてたから、好きだよ。あ、知ってくれてたから好き？私結構あれよ。名前覚えてるんだよね。よく特にアクアノートによく来てくれてる人はめっちゃ覚えてます。トモハ可愛い。レッスいっぱいくれるから好き。ね、送ってるよね、レッス。やっぱわかってるね。ずっと私のこと見てる人は、やっぱそうだよね。わかる。タキセンの最新アルバムの曲が好きなんだね。あ、そうなんだ。最新アルバムなの？私も買わなきゃ。塩対応マニアなんで、トモハタンの塩最高。塩対応マニアなんですか？何それ。ライブ行きたい。ぜひ来てください。ライブ流してるメンバーもいた。絶対ライブ流した方がいい。ライブ流そうもん。どれが一番いいですかね。自己紹介入りそうで怖いけど。俺もトモハ以外の中学生をしたことない。嘘嘘なんかい。ヒーローさん、星ありがとうございます。私これさ、みんな最近たくさん送ってくれるよね。かわいい。この間初めて見たんだけど、ありがとうございます。ヒーローさん、ヒーローさん、ヒーローさん、毎日配信してほしい。毎日配信しとったやん、ずっと。2月ぐらいからさ、長い間みんな付き合ってくれてありがとうございました。朝はたに薄付きと言われたので自害するしかないな。朝はじゃないし、てか自害って何ですか。やばいやばい、バカバレちゃいそうでちょっと怖いんですけど。ダメだ、ない。ピエンピエン。何が聞きたいですかね、みんな。これがいいな。ミューピーさん、あ、これかわいい。めっちゃかわいいハート送ってくれてありがとうございます。めっちゃかわいい。何これ、クローバーみたいな。私さ、四つ葉のクローバーさ見つけたことあるって言うかと思いきやないんですけど。ねえ、あれさ、どうやって見つけんの？私めっちゃ探したことあるけどさ、一回も見つけたことがない。どうしたらいいですか？どうしても知りたい。面白すぎて星集めになかなか行けにゃい。楽しんでくれてるなら嬉しいです。ありがとうございます。みんなジャンプしてるのほんと可愛いよね。あれ、ぴょん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 って。何？トモハの言うから、トモハのが言うからもうブリザード歌うでいいよ。ブリザードフラワー。楽しい。おめ
モさんと意見合わなくて殴り合いの喧嘩したい。やだ、私はしたくない、全然殴り合いたくない。俺メフ150しかない。え、うち血圧めっちゃ低い。何これ何これ、マジで。研修生公演とか朝ハさんのことしか見てなかったからね、ひびえて。本当だよ。でもたくさんねコメント、シャットダウンされた。泣いたんだけど。ピエンピエン、この後この携帯使うのに。もう殴り合いの喧嘩して傷ついて友畑を抱きしめて慰めたい。殴り合いたくないのよ私は。やだやだ、なんでそういうこと言うの、ひどいね。もうちょっと曲がないからさ、ちょっとごめん、なんか同じような曲になっちゃうけど許してください。ホーシーさん、だるまさん10個ありがとうございます。ハートも10個、ハートと星、ハートと星じゃない、だるまさんありがとうございました。実はアクアノート最初は全メンバー中学生でした。え、そうだよね。ってことはやっぱ推してるよね。え、てか違うじゃん、だってアリサちゃん推してたじゃん。あれ、ん、そうだよ、アリサちゃん推してるじゃん。てか今もう推してたって、あれね、あの高校生だからだけどさ、めっちゃ推してるじゃん。嘘じゃん、めっちゃ。おい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 、超ときめき宣伝部にもハマってます。わかります、トキセンは 100% オレンジとかぴょんぴょんがとかが好き。あ、やば、スクショしとこう。これ聞こえちゃうのかな。音でかいだ。1時間やってるとさ、結構さバッテリー食うんだね。トマトのピエンピエン好きだって。やった、待って、みやびはチキ50回くらい行かないとオタク覚えません。いや、こないださ、いや、あの子本当に覚えないよね。それが可愛いよね、でも。私だったら覚えてほしくて言っちゃうよ。それがオタクというものだからね。この間びっくりしたもん。へみたいな。よくあるから。BGM いらない、ともかたんの息が聞きたい。BGM かけてくださいって言われとるんよ。なので、かけまーす。知りません。ループ始まった？ループ？何の話？どういうこと？時をかける少女になってる。どういうこと？どういうこと？どういうこと？わかんない。わかんないから、わかんないから、みんなコメントいっぱいしてね。だからって何？キッズハズレのときめき様。そう！正解！よくわかったね。よくわかったね、マジで。天才。そうです。ピンポン。ピンポン。ごめんなさい。もう研修生配信終わったんよね。ね、終わってさ、実感ないよね。だってさ、研修生公演さ、終わってからさ、2日連続でやってるじゃん。な、まだ研修生の気分よ。やばいやばい。頑張んなきゃ。ゆうたかさん、だるまさん、ありがとうございます。かわいい。お花もありがとう。ともはたんと結婚して一方的に殴られたい。私が殴るの？私、いい子だからさ、ごめんね。みたかさんは、今日も、昨日もたくさんくれて、すごく嬉しいです。ありがとうございます。もう、感謝感激。なんだろう。感謝感謝。ありがとう。僕はみやびちゃんの特典会行ったことない時から認知あった。過去自慢。わー、すごい。授業はお疲れ様です。お疲れ様。これから何するんですかね。夕食中です。カレーライスとサラダです。わ、美味しそう。カレーライス。私、カレーライス得意だから。カレーライス得意だから、みんなに食べさせてあげたい。トマさんと喧嘩して出禁になりたい。言ったな。出禁になりたいんだな。あ、やばい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 。また、またさ、ももかちゃんとのさ、音声が流出しちゃう。やばい。週末のリリーベ行くね。ありがとう。待ってる、みんな。
ありがとうございます。私服特典会でトモハに婚姻届サインもらって出禁になりたい。どういうこと？あ、私物サイン会ね。なるほど。私服サイン会でなんでどういうことって思った。今月中にダフィーとステラルーちゃんとアクアノートに会ってみたいです。会いに来てください。ヤビちゃん、ゲタさんの名前すら間違うのに押せる。まあ、私もゲタ箱って呼んでたからね。あれでゲタ箱って読むと思ってた。マジでごめんなさい。今大丈夫。みやみの列で名前なんだっけって30くらいくらい聞いてた。名前なんだっけ。でも、あとみやみちゃんはよくあるのが、え、何々だよね、何々さんだよねって言って違うの。かわいいかよって思っても、覚えないから、意地になって言ってるね、ずるいよね。言っちゃうよね、私も言っちゃう、絶対。マンホーとか500日に1回しか行かないのに、認知切れない。あの、坂地さんはさ、ずっといるからさ、もう、ライブにさ、私にはもうちょっと、私にも真帆ちゃんにももうちょっとだけ、もうちょっと頻度上げてください。ほんのちょっとだけでいいからね。お願いします。フレオ祭のレスは最高でした。あ、最高でしたね。覚えてるよ、ちゃんと。ほら、ちゃんとみんなレス受け取ってるんだって。私のこと見てる子はちゃんと受け取ってるんだから。水曜にあげた CD のおすすめは最後の曲。OK。聴いてみますね。時戦歴4年だから。わ、さすが。みやびちゃん、たまに、ちんさんの名前すら間違えるから、こっちがヒヤヒヤする。え？どういうこと？ほんと。ほんとに不思議なんだけど。え、でもさ、ほんとにそうなの。なんか、かわいいよね、もう。かわいいよね、もう。それがもうかわいいもん。いいよ。さすがだよね。今度私物特典会あったらトマタに養子縁組届け持っていくからね。養子縁組してくれるの、うち。ちょっとサインしちゃおっかな。アクアノートの MV 見てもトマタばかりに目いっちゃう。あらま、ありがとうございます。水曜は久しぶりにアクアノートのお宅に会って楽しかった。お、よかったですね。ありがとうございます。ありがとう。どれどれ聞かせて。私服にサインもらうか。私服、あのバチバチにかっこいい服にサインしたい。落書き。お腹にカレールーはかける特典会まだですか？え、それは私もやりたい。シャワー入るの禁止で帰ってね。水曜初めて星さんとライブ後に夏川みやび会で飲酒した。おっとおっと、夏川みやび会ちょっとゆずきともはおかんの作ってもろて、作ってもろて。楽しかったな。楽しかった。みやみちゃんよく俺のこと覚えてくれてたな。ねえ、すごいね。トマとか、トマハタンのレスしか欲しく、僕とかトマハタンのレスしか欲しくないのに。ほんとかな？やばいやばいやばい。終わらせなきゃ。終わらせます。はい。最後。告知をさせてください。この後配信が7時から、みやみちゃんじゃない。ごめんなさい。ジュリちゃんの配信があります。皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。土日も。リリーベがあります。最後に読みます。読めない。たかしーさん、アッキーさん、ほしーさん、みゆぴーさん、さかちさん、ゆたかさん、ヒーローさん、やっこさん、のりーさん、ありがとうございます。最後に、3位、虹色の犬さん、ありがとうございます。いつもライブ来てくれてありがとう。シーモさん、ありがとう。ありがとうございます。リオルマルさん、リオルマルさんもいつもありがとうございます。ニョンニョンさん、最後にハートたくさんありがとう。じゃあまたね。ありがとう。バイバイ。バイバイ。